ダクト図はルートを抑えて、実行はダクト屋さんにというテーマなんですけれども、結論から言っちゃいます。ダクト自体は、ダクト設計自体はちゃんとやると、設計者がちゃんとやる、完璧に。だけど実行はダクト屋さんに書いてもらった方が現場はうまくいきますっていうことなんですよ。どういうことっていうと、やっぱり施工、図面通りに施工するっていうのは、新築の方がより精度が高く、ほぼほぼそのまんまできたりするんですよ。ただ内装となると、既存の建築物が、建築の図面がなかったりするので、することが多いんですよ本当に。でしかも古い建物だと、図面をもらってもその通り作られてなかったりしたり、改装が繰り返されて違くなってたりするんですよね。なので、まだ解体終わってない時に図面を描き始めたりすることが多いので、そこで設計したダクトルートみたいなものが、実行の時には異なるかもしれないので、ダクト屋さん自身も見て、その現場の視点から、プロの視点から見て、現場サイドのプロの視点から見て、図面を描いてもらって、こちらの設計図と照合していった方が現場はよりより上手くなるってことなんですよ、ね、そりゃそうじゃないですか。施工するダクト屋さんも自分で描かないとこの通りやればいいんでしょって思ったりするじゃないですか、人なんで。で実行する時点で問題発生する可能性があるんですよ、これがまた。で事前に自分で施工するものは自分で書いてもらった方がいい、特にダクトは。なかなかね、スケジュールも1日2日で終わらさなきゃいけない作業が多いですし、飲食店だとね、こうミスって、こうじゃあ持ち帰って制作し直してまた来るなんて言ったらね、工程がダダズレするんで、ここは結構重要かなと。まあだからってね、ダクト屋さんが書いた図面を全部信用してダクト設計自体できなくてもいいよみたいな感じはダメっすよ、これはダメ。設計者である以上、その空間のことを知らないっては済まないからなんですよ、これね。資格を持ってる持ってない以前に、そのまあインテリアデザインに資格がないっていうのもちょっと問題ですが、そもそも空間を作る上でデザインだけやりゃいいなんていう話はなくてですね、ダクトルートなんて特にデザインに影響するじゃないですか。だってダクトをグロゴロっとこう針を越えてとかってやってたら、自分が設計して針下でバーンってこう天井作ってたら出てきたりするわけですよね。そしたらめちゃくちゃデザインに影響しますよね。さらにね、ダクトのサイズが300なのか600なのか、高さがね、によって全然違うじゃないですか、考え方が。だからダクトサイズがどんぐらい来るかなんて知らないねっていう感じだと、もう衣装設計も攻めれない。まあちょっと余裕見て天井から600離しましょう、1メートル離しましょうみたいな感じで空間が超ちっちゃくなってったりするじゃないですか。もっと高くして広々とこう空間を作っていきたいのにもかかわらずですよ。だから空間設計をする上で、その飲食店のね、空間設計の話ですよ、まあ、他もそうなる可能性もありますが、特に飲食店のダクトルートは結構重要なんで、ちゃんとダクトサイズ、ダクトルートみたいなものをちゃんと把握した方がいいと。でダクトって曲がり角がね、グネグネしていればそれだけその損失が大きくなりますしね。ダクトのアスペクト比、要は縦かける横の比率をアスペクト比って言いますの、知ってますかね。まあアスペクト比って言うんですけど、そのアスペクト比がめちゃくちゃこう、なんていうの、細長いダクトとか、まあ分かりやすく言うと細長いダクトって正方形のダクトより空気って行きづらそうじゃないですか。で実際行きづらいんですよ。でそれによる損失っていうのもあるんですね。だからここさ、ちょっと天井上げたいからダクト200にしてとか100にしてとかって言ったら、アスペクト比が変わってくるんで、いやこれ負荷がすごいんで、ファンもでかくなるし、ダクトサイズも横長にもっとでかくなりますよみたいな超非効率なことが起きたりするわけなんです。だから最初から衣装とかもひっくるめてダクトっていうものはちゃんと理解しておいた方がいいかなと。その方が、空間デザインもよりよく進めるんじゃないかなと思います。今日はですね、
ダクト図はちゃんとルートを抑えて、実行はねダクト屋さんにしましょうねというお話なんですが、結論はね、まあ、そのタイトル通りなんですけれども、それは施工をこうダブルチェックじゃないけど施工側から見てちゃんとご意見をいただいて、それもひっくるめた衣装を作るためにはダクト設計自体はちゃんと抑えて、やり方ぐらいそんな大変簡単ですよ、難しい話じゃない、一回覚えちゃえば。なんで皆さんもねちょっと検索すればすぐ出てくるかな、これ出てくると思いますよ、うん、まあこの手のものは本でも売ってんじゃないかな、まあまあダクト屋さんが知ってるんで、ダクト屋さんに僕は若い時22とか23ぐらい現場出て設計しながら現場出た時にダクト屋さんにねこう教えてもらったんですよね、計算の仕方とか。まあすぐ忘れちゃいますけど、またやったら思い出しますし、また違う仕事したら忘れちゃいますけど、またやったら思い出しますし、そういう繰り返しながら、まあまあなんとなく分かるようになると思います。今日はダクト図はルートを抑えて実行はダクト屋さんにというテーマでした。